皆さんこんにちは。今回は1日1回の無料オーダー引いていこうかと思います。星4のバーストの確定の11連の無料オーダーということで、1枚確定なんで1連だと思いきや11連オーダーと、で日替わりでバースト覚醒モッドコネクトアクセルフルバーストが出るということで、今日は初日なんですけど、現在時刻は22時59分ということで、もう少しで終わってしまわれると、あ、終わらないか、午前4時までか、次の日の。まあとにかく今のうちに引いておきたいですね。確定枠以外の通常時にもね、星4がね出る可能性があるということで、デビルリーファーなければ殺しますと。デビルリーファー入ってないですね。あー、ちょっと夜道は背後に気をつけてください。確定枠、大したもん入ってねえな。まあ始めたての人にはいいスキルもまああるといえばある。あ、情報取り放題ある。ごあー、いいね。まあギルランで使いたくない。あ、スザクアスナ、自由なキャプテン。あ、キャプテンがキャプテン入れた。あ、舞い降りる祝福リズベット。あ、慈愛の光入ってんだ。いやー、慈愛の光欲しいなー。慈愛の光リセマラで取りたいくらいだけど、まあ1日で終わっちゃうんで、これでリセマラしましょうなんて動画は出しません。まあ、とりあえず引いてみますかね。もうこれね、1日逃すとね、その日はね、もう終わっ、なんていうの、逃したらラインナップも見れなくなるんですよ。金輪際未来英語なのでね、攻略サイトにまとめたばかりでございますと。アビリティはないでしょ。バーストのさ、バーストのオーダーなので、アビリティはあるわけないということで、さ、斧が、バリカンしか出ないと。で、アビリティはビートバンと。で、舞い降りる祝福来てくれるとありがたいけど、星4すらそもそも、来なさそうではあると。片手直径、U字をあたり、まあ、10連目だ、11連目。片手直径バーストもらえる。忍び切りとか、パイレーツユージオか、まあバーストは演出ないの、確定。あ、持ってんだけど、かぶりやめろよ、もういじめだよな。爆死しまくった動画の直後なんですよ、これ、動画撮ってんの。半端ねえな。お、なにこれ。アインクラフト75層、100層、インテグラシリーズを装備しよう、明国装備しよう、クリア、ガッポリイベントクリア、おぉ、いやー、一気にもらえた、すげえ。へえ、これ、ただでもらえんだ、こんな。400ジェムもらえた。あ、すげえじゃん。あー、なんでさー、かぶり、なんでしょうかという。話ですね。あー、まあ、ステップ5ですよね。まあ、これに関しては、まあ、別の動画だよね。うん、これちょっと無料オーダー引く動画なんで、あ、結構今の時期来てるね。まあ、本日、バーストの、引いた動画でした。はい。ということで、2日目、覚醒確定星4の、11連無料オーダー、来てまいりました。ソードアートオンラインインテグラルファクター。今日もやっていこうかと思います。まあ、覚醒なんで、まあ、何が出ても当たりっちゃ当たりかなっていう感じ、まあ大体は。っていう感じはしますけれども、まあ持ってるやつ出たら外れと。
いうところで、まあ、試し切り1000キリットあたり出てくれたら、まあ嬉しいですね。他にもまあ、あ、結構、何、絞られてる。あ、なんか被り出そうな予感しかしないですね。フシトロンナイトも結構いい。あと、ハープコハル、旅路を包む調べ。ここら辺はブレイクゲージ増加量が多いやつで、ね、サバソンは前当たった。あ、鉄鍋切りといいですね。バンジョーリーファもいいし、硬い防衛戦もいいと。あ、まあ、大抵、あ、陽気なジェスター勇気欲しいな。大抵は欲しいやつだな。あずき？あずきのし、あずき指導は持ってなかった気がするな。白学の指導。うわ、かぶり多すぎだろ、これ。まあ、でも、今日引かないと。やばい。喉がやばい。もう最近なんか風邪ひいてる人多くない？もうなんかさ、なんか急に寒くなったからかな。季節の変わり目も変わり目でくっそ寒くなったから、風邪ひいてバイト休む人が多くて、何人休んだんだまして。大丈夫かよって思うんですけど、まあ、その話は置いといて、こちらへ覚醒の、まあ、オーダーで、まあ、確定枠以外も星音が出る可能性があると。しかし、まあ、ビート版しか当たらないと。ビート版にまみれて、まあ、本日もおそらくですけど確定枠以外は、まあ、何も来ないでしょう。まあ、どうせ来ねえよこんなん。ただ一応は、まあ、飛ばさないで。お、え、え、覚醒、あ、覚醒とか言っちゃった。全部覚醒だよ。覚醒、覚醒。うーわ、持ってる。多分持ってる。いや、でも、あれだな。確定枠以外も出るんだな。そしたら、まあ、今度は確定枠。あ、これちょっと、これで、星音。マジ、2枚抜き、3枚抜きとかない。星音。アビリティ、星音。次、アビリティ。あ、違う、カタテコン。マーチャントリスとかか。カタテコン覚醒って何入ってた？敏腕マーチャントしか思い浮かばないな。あ、モッテラ。また全かぶりじゃんかよ。え、全かぶりだよね、これ。うわー。はい、かぶり。うーわ。なんかある程度スキル化集まってきた人無料引いても被りになるみたいなのをよく聞いたことがあったんですけど、まあ、まさにそれですね。まあ、というわけで今回も被りと2日目終わったので、まあ、フルバースト確定無料もちょっとね期待してるんで、まあ、そっち希望ということで、まあ、一旦今日は、終わりにしていこうかと。一旦というか終わりですね今日は。はい、明日に、そのうち移り変わります。本日で、3日目になるとかならないとかっていう話で、モッド確定オーダーを引いていこうか。あ、ちょっと待って、じゃ攻略サイトをこれまとめたかちょっと見てみます。あ、やばい、これちょっと攻略サイトをまとめてなかったんで、ちょっとこれまとめてからまた撮り直します。はい、というわけで今回まとめて、今回というか今まとめてきました。この看板スキルで言うと、この、前回ストリートリズベット、これが一番欲しいっていう感じですね。これを、狙っていこうかと思いますけれども、他には何か欲しいものは、前回は運命を告げる雑魚とか来てほしくない。まあでもあれですね、なんかその被りが多いみたいなんで、ほぼ被りな気はしますが、あ、でもラインナップ的にここら辺までか。まあどうせ被りでしょう。うん、まあどうせ被り。あ、でも他になんかあるか。溢れるチェリーファ、腹の追走撃持ってる、
気迫の岡津駅持ってる、衛星の車種の持ってる、一種か、一種でいいのか、車種とか言っちゃうじゃん。車種車種やね。情熱セッションリーファ、クールソリスト持ってる、情熱セッション持ってる、運命を告げる雑魚持ってる、お茶会持ってる、メイド小春あったっけ忘れた、なかったかも、ハートフルメイド持ってる、羊シノ持ってる、音声シルカ持ってた気がする、忘れた、無邪気リーファ持ってる、ディライトドリンク持ってる、あ、竜使いはなかったかも、軽快なホブ持ってる、公文の一斉持ってる、激励の王のリーファ持ってる、熱性の小物使い持ってる、黎明の球種持ってる、覚悟の一つ立ちあるある、きらめく閃光ある、あ、もうほぼかぶりやんほぼかぶりやん。まあ一応ね、まあ、この流れに乗って、引いていこうかと、まあ、どうせてかアビリティはもう出ないの確定なんだよな、アビリティと盾は、これはもう出ないの確定です、確定演出。だってモッドオーダーだもん、モッドまだモッドアビリティとモッド盾は出てないんで、もうねアビリティと盾が出た瞬間もう全部ね外れてわかるんですよね、私ね分かっちゃうんですよ。11連目何来る、レイピアのモッド、多分ゴミ全部持ってるやつだな多分、モッドの演出と、モッドの演出こんな感じだっけ、あ違う、ユイ、あれユイが来んだっけ、ほらまたかよ、はじめまして、はじめまして、私アスナと言います、アスナと言います。これさあ、このなんか、ま、こっちのオーダーでなんかさ被った気がすんな、3突目、ほう、いやーとつるね、あ、やべえ、これログボ、ログボであれやん、1250ジェムやん、ステイチだけ引けんじゃん、チェインオーダーの、まあ引かんけどな、これがあと 2回引いて捨て駒まで行きたいですね。ジェム購入も今日はまだか、あ今日はもう終わったのか、あーまあとりあえずね今回もかぶりということで、さあ、次4日目に行くと思われます。またね、こんにちは、声出せる環境で、ちょっと今日できなかったんでちょっと声を抑えめにやっております。4日目の、コネクトの無料オーダー引いていこうかと思います。さすがにもう出ないでしょう、なんかいいのが、あーでも欲しいのもそもそもあるかっていう話になるんですけど、片手再建のあの初期コネクタあたり当たると嬉しいかなと。お、持ってますね、うん、かぶり、あなたのパートナーだからと、アビリティが出てもコネクトのアビリティは、コネクトアビリティって存在したらちょっと面白いですけど、さて10連目がこれ、11連目レイピア、お、レイピアいいですね、レイピアのコネクト初期、アスナがいな、水の初期コネクト、コネクト、あ、初期っぽいかな、お、お、いいね、私、あ、私まで行っちゃった、あ、いいね、シャドウリープだ、お、いいな、いいな、いいな、おそらくこちらの小春が、ほら、やっぱ、限界とプラス1となって、いやでもこの結果は普通に、嬉しいですね。これで、ま、声抑えめでいいんだったら全然これでいけますね。これでリープがどんな感じだろう、何気ずっと欲しかったんだよ、闇属性のあのモーションが早めのあの片手再建コネクト、リープなんで結構いいと思うんですけど、さあ、ビューモード行ってまいりましょう、角度こんな感じで、どうこう、あ、いいね、ジュイーンと、
これで倒れて。はいはいはい、いいね。これちょっと待ってるわけだ。もう覚醒あんまりね、いっぱいね、みんなむやみやたらにいっぱいやんない方がいいと思いますけど、サーバーに負荷がかかるのかなんか知んないけど、なんか結構迷惑がかかるらしいんで、あんまり覚醒やりすぎるとまずいんで。でなんかその個人イベント開催のなんかそのレースイベントみたいなやる人はね、覚醒禁止にした方がいいです。じゃないとね、すごいね大変なことになるらしいんで。いいですね。リープ。うん、素晴らしい。あ、まだこれ、あれだ。強化してない。これか。音量は、アスナか。極光輪が、突き抜けるダメージを軽減。自身がダメージを受けると解除される。これが、カウンターチェーンによって、解除されるのか、されないのか。後で見ようかな。これクールタイム減少ね、いいですね。まあ、4日目、あたりということで、次5日目ですね、終了いたします。どうも皆さん、5日目でございますかね。5日、バースト覚醒モッドコネクトアクセルと、本日、アクセル無料の確定オーダーが来ております。今回こちら、引いていくんですけれども、筋力増強4バフの斧と、まあいろいろあるんですけど、こちら初期アクセルですかね。ほとんどかぶりになってしまうんですよね。これしか確定枠ないと。確かな成長シリカ確か持ってたような、確かな成長シリカ確か持ってたような気がするので、ここら辺かな、持ってないの。あと攻略の自覚サッチは確か装甲減退なので持ってるし、死の猛勝武士を持ってて、混迷の世界と探検の小春とキリトくらいかな。キリトも別にいらねえんだよな。劣化4の直剣とか雑魚だった、今雑魚とかで言い切れないですけどね。まあ場合によってはね、打破する着替えリスベット、これはまあ出たら出たら嬉しいやつ。もうそこまで劇的に嬉しいやつはそんなないですけど、これディバイドでモーションがちょっと遅いけれども、まあスイッチが95溜まるし、筋力投球4で土属性かな、土ですね。まあまあ、いやでもね、結構批判されてましたね。そんなわざわざ無理して確定星4確定の無料のアクセルでこんなラインナップにするくらいだったら、もう別に星4確定じゃなくてもいいよという方もいれば、単純にまあがっかりしたみたいな人もいればいやもうでも誰でも思うでしょう。しょうがないでしょそれは。もう俺だって思ったもん。いやもう見た瞬間、ってなったし、何これ何これってなったから、何これって、なんでこんな過数なのって、ゴミ過数ラインナップみたいな。まあどうせ被るんで、まあね、7周年で本当にいっぱいお配りされるんで、7000ジェムログインボーナスで配られたり、パネルミッションで1000ジェムもらえたりと。でしかも、まあ、イベント来る予定らしいんで、それでまたねストーリーでジェムが取れるっていうことで、まあ、クリスマスは復刻も大量に来るってことで、まあ、ビギナーに優しいっていうのも。さあ、あ、直剣のアクセルか。じゃあ新規ですね。まあ、新規なら普通に、まあ、ありがたいですね。アクセルとして使えるし、まあ小石台進化すると、実績達成報酬で。俺はキリトよろしく。何回こいつよろしくしてくるんか分からんけど、あ、まあまあまあ新規なので、まあスキレコ枚数増えたと思えば別にまあ悪くないですね。これで、うん、まだちょっと強化途中のやつが残ってます。あ、これね、最近19層
ストーリーね、しっかり見て終わらせたので、まあね、5日目はまあわりかし良かったな。まあ新規ってだけで嬉しい。結構ずっとかぶりだったんで、てっきりアクセルほぼかぶりなんでかぶるかと思ったんですけど、まあアクセルの直径が当たったってことで嬉しいですね。まあ単純になんかこれかっこいいですよね。ずっと上こういう二刀流のイラストをやってきたのに、二刀流を堅くなに出さなかったのに、最近ちょっといきなりまあ出てきたっていう、まあ二刀流の武器種っていうもの自体はね出なかったんですけど、まあまあ十分ね出してくれるだけでありがたいってことで、まあとりあえず5日目はこんな感じ。次6日目フルバースト、星4確定だと最終なのかな。次ねちょっと明日楽しみにしようかと思います。ではまた6日目まで。皆さんこんにちは。今回は7周年なんで、これが6周年記念だから6個目、6日目なんかな。バースト覚醒、モッドコネクト、アクセル、フルバースト、6個目ですね。6日目ということで、フルバースト、星4確定無料オーダー、引いていくんですけど、これもまたゴミラインナップですね。まあ始めたての人からするとまあすっごいありがたいんでしょうけど、まあほぼ持ってるって感じですね。まあアスナ持ってる、シノ持ってる、サチのフルバーだったら嬉しいな。駆け抜ける一撃リズベット持ってる、シリカのアビリティ持ってる、まあ、エギル、サチ、コハル、キリットは持ってなかったかな。それらが当たるとまあ嬉しいっていう感じで、まあとりあえず引いていこうかなと思います。このオーダーのいいところは、まあ確定枠以外にも星4が来る可能性があるというところで、まあ私動画上げてるので、そういう人にね出るといい宣伝になりますよとだけ言っておきますけど、まあ運営はそんなことしないでしょう。めんどくさいし、そんな人一人のプレイヤー一人のね、ガチャの確率上げるとかね、そんなことはしないと思うんで、まあさすがにそんな確率操作みたいなことねしないでしょう。だって最近爆死続きだもん。なんでまあ爆死続きっていうのは、まあこれからこの動画先に出てたらわかんないですけど、ガチャ動画結構最近撮ってるんですよね。でそれでまあやばい、ネタバレになってるね。爆死しまくってるってね。まあ別にいいか、まあ別にいいや。まあそういう感じで、まあとにかく爆死ばっかなんで、まあいい時もあれば悪い時もあると。まあできる限りね当たるような引き方をまあしようと心がけて、やり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 、あ、斧か。斧で11連目でしょ、これ。あ、斧は確か持って、あれ？フルバースト？あ、フルバーストの持ってんじゃん。いや、持ってた気がすんな。かぶりか。俺の名前はエギルだ。よろしく頼む。俺の名前はエギルだ。すいません、ちょっと今、お仕事のお電話がかかってきたので、ちょっと対応しておりました。なんか、まあ、編集でカットされて分かんなくなってると思うんですけど。かぶりですね。まあ、かぶった。まあ、いずれ術したいとは思ってたんで、まあまあまあ、いいでしょう。まあ、確定の分はね、ほぼ、欲しいも当たらなかったんですけど、まあ確定じゃない分もね、34日間ね、確か引けるっていう感じだったと思うんで、まあそれでね、まあいいの出たら、まあ嬉しいなっていう感じで、まあとりあえず今回は、その星4の確定の分だけ、ちょっと動画にしてみたいなと思って、ちょっと動画にしてみました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。